壁に閉ざすのですから。その言葉、私の他にもこの世界に来た人がいるのですか。弁神たちが呼び出した希望と夢の担い手は皆凍てつく白き闇の底。彼らの世界はすでに我が虚無の位置。あなたは弁神たちが最後のあがきで呼び出した切り札、いえ哀れな生贄のウサギなのです。そうですか。あなたの姿が何度も変わる理由が分かりました。さっきの女の子が言うように、あなたは倒した人間の情報を自分の力に変えられるわけですね。暴力という圧倒的な現実の前にも夢など何の役にも立たぬと知りなさい。あなたにはもう絶望あるのみです。夢を守るために戦ったのは私だけじゃない。だから諦めるわけにはいきません。これも任務ですから。お兄様の手を煩わせるまでもありません。
甘いです。ここで倒します。
さあ、始めようか。俺の喧嘩だ。いいえ、先輩。私たちの喧嘩です。半端な力では打ち破ることはできません。